鉄道ゆっくり茶番。車両基地にて。ただいま。いいなちゃん、運用お疲れっす。姉さんたつくん、爪がいるからって客吸ってる？なにこれ？聞いたことねっす。知らないの？最近電車たつの間で払ってて、しかもそのカスがすごく共感できるの。で、共感ポイント、どこすか総武快速線。いろいろあるけど、ついて一つだけあげるなら、君がいるから僕は毎日幸せってところかな。わかり深いっす。確かに俺たちが毎日元気に走れるのも、みんな整備士さんたちのおかげっすからね。あと、僕が帰ってくるたび、君はご飯とお風呂の用意をしてくれるってところも、結構共感できるよね。それなっす。我々電車で言えば、点検とか洗車とか、そんな感じっすよね。117系さん、間もなく始動検査始まりますので、6番の検査庫までお越しください。あ、そろそろ行かなくちゃ。じゃあ姉さんたつくん。てか、この歌の解釈ってこれでよかったんすか？